2015年4月29日、ゴールデンウィークの初日、都内でも屈指のスイーツ店激戦区、表参道で台湾の超人気店がオープンした。従来の概念を覆す、リッチなかき氷を提供するアイスモンスターは、各メディアでこぞって紹介され、ゴールデンウィーク期間中に、最大で7時間待ちの行列をなす人気ぶりを見せつけた。本店は、台湾、台北に1997年に開業。削った氷にシロップをかけるこれまでのスタイルと違い、氷そのものに素材の味を凝縮させたアイスフレーバーロックが最大の特徴だ。現地でも多い日は2500人以上が行列する大変な人気で、日本人観光客にとってもメジャーなグルメスポットとなっている。2013年には米テレビ局 CNN によって世界のデザートトップ10にも選出されている。連休期間中に日本を観光で訪れた中国人の中にも行列に並んだ人がいた模様で、中国版ツイッターでは本当にすごい行列だった、オープンしたてだからか4時間半待ちだってやっと食べられたうーといった投稿が散見された。このアイスモンスター、実は中国北京でも2014年9月に進出を果たしており、大変な人気だという。同じく中国版ツイッターには、超美味しい。北京が上海より優れている点といえば、アイスモンスターとイオンがあるところかな。なんてこと。北京にもできたんだ。みんな、早く食べに行った方がいいよ。個人的には、世界で一番美味しいスイーツだと思う。結構美味しいけど、台湾で食べた方が安いな。などと書き込みされている。北京市傘下の観光情報サイト北京旅遊網も、同店を北京で最も美味しいアイスクリーム店の一つとして紹介している。また、中国最大のグルメレビューサイト大衆店評でも、北京で最も優れたスイーツ、ドリンク店で1位を獲得している。2015年5月7日現在、ユーザーからの平均評価は、味 8.9、雰囲気 8.8、サービス9.0 と高得点を叩き出しており、平均客単価は39元750円だという。